メンフィス・デパイは、オランダモールドレヒト出身のサッカー選手、ラッパー。FC バルセロナ所属。オランダ代表。ポジションはフォワード。サッカー選手としてのキャリアは PSV ・アイントホーフェンで、始まり、全公式戦で124試合に出場し、50ゴールを記録している。2014から15シーズンには、リーグタイトルを獲得し、 自身も30試合で22ゴールを挙げ、得点王のタイトルを獲得した。2015年5月に2500万ポンドの遺跡金でマンチェスターユナイテッドへ遺跡が決定した。その後はなかなか出場機会を得られず、オリンピックリオンに移籍した。UEFAU-17 欧州選手権2011に出場し、優勝を経験した、デパイは二千十三年に、 A 代表デビューを飾り、2014FIFA ワールドカップのメンバーに選出された。ファーストネームのメンフィスと呼ばれることも多い。PSV でプレーするデパイモードレヒトで生まれ、9歳で地元を離れてスパルタロッテルダムに加入し、その3年後には PSV アイントホーフェンに移った。2011年、PSV のリザーブチームにあたるヨング PSV で、 プレーをしながらトップチームの練習にも参加していた。2011年9月21日に行われ8から0で勝利した KNVB カップ2回戦の VVSB 戦で公式戦デビューを飾ると2012年2月26日に行われたフェイノールト戦のアディショナルタイムにザカリアラビアドと交代で出場しリーグ戦デビューを果たした。その試合では チームもライバルクラブであるフェーノールットに3から2で勝利を挙げた。3月18日に行われ5から1で勝利したヘーレンフェーン戦ではドリース・メルテンスと交代で出場した6分後にゴールを挙げ初ゴールを記録した。最終的に1年目のシーズンはすべて途中出場ながらリーグ戦8試合に出場し3ゴールを挙げた。 2012年4月8日に行われた KNVB カップ決勝のヘラクレス戦にメルテンスと交代で残りの4分間に出場した翌日に監督であったフィリップ国のもと正式にトップチームに昇格し6月29日に初めて2017年までのプロ契約を結んだ2012年8月5日に行われたヨハンクライフスハールに ルシアーノ・ナルシンと84分に交代で出場し、前シーズンのリーグチャンピオンであったアヤックスに4から2で勝利し、2013年3月2日に行われた BBB フェンロー戦では初めてスターティングメンバーとして出場した。その試合では、同じ10代のユルゲン・ロカディアのアシストからゴールを記録し、最終的にリーグ戦では2試合の スターティングメンバーとしての出場を含め20試合に出場し、2ゴールを記録した。2年連続でカップ戦の決勝にも進出したが、デパイは5分間の出場に止まり、チームも AG に1から2で敗れた。2013年7月30日に行われた UEFA チャンピオンズリーグ予選3回戦のズルテ・ワレヘム戦で、 左サイドからドリブルで持ち上がりゴールの上隅にシュートを決めヨーロッパの大会における初ゴールを記録しチームも2試合合計5から0でプレーオフ進出を決めたが AC ミランに敗れ本戦に進むことはできなかった2013年10月27日に行われたローダ戦ではティム・マタブジュのゴールをアシストしたが後半に2枚のイエローカードを提示されプロキャリアで 初めてとなる退場処分を受け、チームも1から2で敗れた。チームは勝利を挙げられず苦しんでいたが、12月15日に行われたユトレヒト戦では2ゴールを記録し、5から2の勝利に貢献した。この勝利により、チームに8試合ぶりの勝ち点3をもたらした。2014年2月5日から3月23日まで、 8連勝を記録したチームにおいては3月15日に行われたフィテッセ戦で眼下にひびが入る怪我を負ったが23日に行われたローダ戦にマスクを着用してフル出場しチームの勝利に貢献した2から0で勝利したシーズン最終節のナックブレダ戦ではチームの1ゴール目を記録しこの勝利により PSV は 最終的にリーグ戦では4位につけ、41年連続となるヨーロッパの大会への出場権を獲得した。ワールドカップにおける活躍を受け、マンチェスターユナイテッド、トッテナムホットスパーなどのクラブが獲得に興味を示しているとの報道がなされ、落ち着かない中でスタートしたシーズンではあったが、デパイはシーズンを通して活躍を見せた。 2014年8月5日に行われたヨーロッパリーグ予選3回戦のザンクトペルテン戦では途中出場ながら1ゴール1アシストを記録しファーストレグを3から2で勝利した PSV は2試合の合計4から2でプレーオフ進出を決めたその試合から3日後に行われたエールディビジ開幕戦のビレム2戦では2ゴールを記録しチームの3から1の勝利に貢献した 第2説のナックブレダ戦では2本のフリーキックを決めると、ジョルジニオ・ワイナルドゥムのゴールをアシストし、チームも6から1で勝利を挙げた。8月28日に行われたヨーロッパリーグのプレイオフのシャフティオール・ソリゴルスクとのセカンドレグでは2ゴールを挙げ、2試合合合合計3から0でチームも本戦進出を決めた。9月13日に行われたズボレ戦では、 ソケ部を負傷し、18分で交代となった。2015年4月15日に行われ、4から1で勝利したヘーレンフェーンでは、デパイもフリーィックから、チームの2ゴール目を記録し、PSV は2008年以来となる22度目のエール、ティビジ優勝を決定した。シーズン途中に、PSV は、マンチェスターユナイテッドのオファーを受け入れたため、5月10日に、 行われたヘラクレス・アルメロ戦が、デパイにとって、最後のホームゲームとなったが、デパイはゴールを決め、交代の際にはファンからのスタンディングオベーションに加え、チームメイトからも祝福を受けた。最終的にリーグ戦では22ゴールを挙げ、チームメイトのルークで4グを上回り、得点王のタイトルを獲得した。マンチェスター・ユナイテッドでのデパイ2015年5月7日、 メディカルチェックを通過することを前提に PSV、アイントホーフェントマンチェスター・ユナイテッドは、デパイの遺跡について合意した。ユナイテッドの監督であった、ルイ・ファン・ハールはパリ・サンジェルマンも、関心を示していたため、早くに契約しなければならなかったと話した。リバプールの監督であったブレンダン・ロジャーズは、デパイについて、興味を持っていなかったと主張したが、 PSV のダイレクターであったマルセル・ブランズはデパイの遺跡に関してリバプールと接触があったことを認めた。6月12日に1年間の延長オプション付きの4年間の契約を結び、2015年7月10日に行われた記者会見で正式に紹介された。マンチェスター・ユナイテッドでのデビューは7月17日に行われたクラブアメリカとのプレシーズンマッチであり、 後半から11人全員を入れ替えたため、出場は前半の45分間に終わった。その試合の4日後に行われ、3から1で勝利した3のゼアースクエイクス戦で初ゴールを記録した。本人の希望により、デパイはジョージ・ベスト、ブライアン・ロブソン、エリック・カントナ、デイビッド・ベッカム、クリスティアーノ・ロナウドといった選手が背負ったクラブの 象徴的な背番号である7番を与えられた。2015年8月8日に行われたシーズン開幕戦のトッテナムホットスパー戦にスターティングメンバーとして出場しアンデル・エレーラと交代する68分までプレーをしプレミアリーグデビューを果たした。試合後に監督のファンハールはデパイについてとても熱心にプレーをしたと話した。8月18日に行われた チャンピオンズリーグ、プレイオフのクラブブルフヘッセンでは、前半に、マンチェスターユナイテッドにおける、公式戦初ゴールを含め2ゴールを記録し、3から1の勝利に貢献した。マンチェスターユナイテッドでは公式戦53試合で7ゴールと、活躍できず、シーズン途中の2017年1月より、リオンでプレー。2017から18シーズンのシーズン最終節では、 ハットトリックを決め勝利したことで、リオンはチャンピオンズリーグ出場権を獲得した。リオンでは、中心選手として2019年11月16日までに130試合で50ゴール42アシストを記録している。2020から21シーズン開幕戦となったディジョン戦で、ハットトリックを決めた。 同シーズン、リーグ最多となる12アシストを決めリーグ1ア,アシスト、O となった。2021年6月19日、FC バルセロナに移籍することが発表された。契約期間は2022から23シーズンまでの2年間。7月31日に行われた、プレシーズンマッチ、VFB シュトゥットガルト戦では、前半21分に、自陣からのロングフィードに抜け出しボレーで、 先制点を決め、バルサでの初得点を記録し、勝利に貢献した。移籍1年目の2021から22、シーズン開幕戦から先発に定着。8月21日のアスレティックビルバオ戦では、0から1で迎えた後半30分に、移籍後初ゴールとなる、同点ゴールを決めた。 UEFAU-17 欧州選手権2011を制したオランダ代表の一員であり、決勝のドイツ代表戦ではゴールを挙げ、5から2の勝利に貢献した。2015年3月に招集された代表で、練習する、デパイ2013年10月15日に行われた、ワールドカップ予選のトルコ代表戦の終盤に、イエレマインレンスと、 交代で出場し、A 代表デビューを果たした。ルイ・ファン・ハール監督により2014フィファ、ワールドカップのメンバーに臨む23人のメンバーに選ばれ、6月5日に行われたアメリカ代表戦で、初ゴールを記録したが、チームは3から4で敗れた。本大会では、グループリーグ第2戦のオーストラリア代表戦に、頭部を負傷したブルーのマルティンス・インディと交代で、 後半から出場すると、ロビン・ファン・ペール氏の同点ゴールをアシストし、68分には、ペナルティエリアの外から、決勝点となるゴールを決めた。20歳4ヶ月で記録したこの試合におけるゴールは、ワールドカップにおけるオランダ代表史上、最年少ゴールとなった。2から0で勝利した3戦目のチリ代表戦も、交代で出場すると、アリエン・ロッベンのクロスから、 チームの2ゴール目を記録し、この勝利によりチームも1位でグループリーグ突破を決めた。2014年7月11日にワールドカップにおける最優秀若手選手の最終候補に、ポール・ポグバ、ラファエル・バランと共に選ばれたが、最終的にポグバが選ばれた。2021年、ユーロ2020第2戦のオーストリア戦にペナルティーキックで1ゴールを挙げ、 決勝トーナメント進出に貢献。第3戦の北、マケドニア戦でも1ゴールを挙げ、さらにワイナルドゥムのゴールをアシストした。当初は、気象が激しく、PSV は、心理面をサポートするためのコーチをつけた。2015年4月に発行された、デイリーテレグラフは、デパイについて、右利きの選手だが、左ウイングのポジションから、 カットインをして、右足でボールを扱う驚異的なストライカーであり、彼のスピードと技術力の高さから繰り出されるドリブルは、対戦相手を困難に陥れる、と記述した。しかしながら、ゴールの多さと比較して、アシストが少ないため、利己的な面があることも指摘している。元オランダ代表の選手であり、サウサンプトンで監督を務めていたロナルド・クーマンは、 デパイについて素晴らしい選手であることは認めながらもプレミアリーグで成功するためには成長を続け肉体的にも精神的にも向上させなければならないと述べた。国際 A マッチ75試合38得点。ありがとうございます。